皆さんどうもこんにちは、メントスです。さあ、ということでティオハリムの過去の精査をしに行きましょうか。いや、どうなるんでしょうね、これね、こっから。おう、エネキスの兵士だ。やっぱり強そうなんだけど。相手の出方次第だ。油断するな。話しかけてみるか。こんにちは。あ、全然かけないが。え、なんだ、時間がないじゃないか、完全に。 OK、 なんか動きが素早いね、やっぱり。あ、 OK、 あ、 OK、 さあ、技をここで繰り出していこう。あ、OK、 OK、 切っていくぜ。待って、固くないって、これなんか。あ、 OK、 はい、ここさらにビームを重ねて、はい、ここで危ねっ、入った。どこだ、いたいたいた。オーケー、いいね、いいダメージ。今の兵士、明らかに住民たちと様子が違ったわね。確かに洗脳されてましたね。話し合いの余地なんかない、問答無用って感じだった。わかる。スルドのティオハリムがいてもお構いなしだったな。うん、我々を明確に敵として認識していた。レネギスの中で脅威らしい脅威など、せいぜい実験か何かで暴走したズーグルくらいのはずなのに。ガナスハロスの時に似ていた気がする。ボルラーンに支配されていた兵士や奴隷の様子に。やっぱりボルラーンいるんじゃない、ここに。あのようなものなどいなかった。私たちが来たの、心よく思わない何者かがいるということでしょうか。間違いないですよね、それは。王か、はたまたボルラーンか。いずれにしても気を引き締めた方が良さそうだな。全部だろうね、これに関しては。本当にうまそうやもんね。おお、なんだこいつら、めっちゃ緑やん。ハロウィンしよう。オーケー、オーケー、いいダメージ。この技かっこいいますよね。オーケー、はいはいはい。いや、いけるか。いや、結構敵硬くてね。オッケー、はい、オッケー、マイチ使っといて、はい、タップ。待ってくれ、まずいかった、まずか、くー、まずか。いや、僕まさに行こう、ここは。あれ、まさか出ないんですけど、はい、タップ。はい、いいですね。はい、いた、オッケー。まあ残ってるか。はい、なに、避けてくれよ。すっごいな、リーメルの魔法。やばくない？これでみんなの力になれるかな。うわ、これでっか。容赦しないわよ。オッケー、これで。おい、オッケー。
こいつ突っ込んでくるぞ。それを止めるために。あ、止めてくれ、入ってる。わかった、任せたぞ。いたー、ちょっと、いた。いや、硬くない？ちょっと、まだそんな全然強くない？そんな硬いわけ彼。待て。さあ来い。で、はい、カイ入って、オーケー、危ない。待て、俺も行こう。はい、これでやばい。あれ、いや、避けない。オーケー、よくた、危ね。横避けて、さあもう一回避けて、もう一回切り開いて、カイが入っていく。オッケー。そしてこっから、でも正面がやばい。いや、結構と短いんだよな、突進する距離、時間は。なるほどね。オーケー、オーケー、マックスに、ま、オーケー、いけ、あと一発か。負けられないの。マジいけそうか。はい、行きました。確実についてる。危ねー。無作法が過ぎる。オッケー。はい、魔法止まっていくんよ。意外に当たるんだ。はい、ここで、はい、同時にかばっていく。あ、これはいいんじゃない。はい、この弾丸でいいダメージ。これはやばい。どこに避けて、危ねえ、いいよ、いい、避け。はい、そう、そして上げて、はい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 、オッケー。オッケー、魔法止めて、はい、はい、オッケー。ああ、どこどこだ。あ、だって画面が切り替わりすぎてまずい。はい、オッケー。新たな武器に必要な欠片が揃ったか。お、マジ？いいね。ルサ法が過ぎる。はい、オッケー。もはや戦いは避けられない。さあ、これで全部かわしていくぜ。どこだ。いいね。ひとまずの決着はついたか。まだまだ戦いは続くんだな。こちらが誰かお構いなし。さあ、どこだ。おえーい、ここもか。さあ、行くぞ。さあ、叩き攻め。テンペスタのマイツ。ほら、ウーラコラッタ。ハロー、ウーラコラッタ。こんなに当たったら絡めとる。まとめて叩き攻めよ。バスカ、くっ。オッケー、はい、パンチいって、ここか、これ、ここ、あ、違うわ、これあれか、ただあれか。はい、来た、これたんまりいいよな、強いよね。
いたー、ちょっと、やばい、危ね、いいね。そこでウルトを決めて、そこでさらに、危ない、何今日だったの。はい、もう一回技入れていくけども、どうだ、あ、ちょっと離れていこう。あ、年上か、オーケー、まあ保てないか、あ、オーケー、どうだ、これでオーケー、これでもうかわしてからのさらに技をかわして、一気に持っていきたいか、持っていけるか、はい、 OK、 マリヒタ、いいっすね、いいダメージ、強くなれたかしら。ああ、射撃まで、いや結構やばいね、ヘルス、ちょっと待って、アイテム使うか、使うか、ギリシゴに使いましょうか一回、まあ、こんだけの自分か、手の速度や安定性が増している、よし、突破するぞ、攻撃開始、オッケー、はい、魔法攻撃止めて、さあ魔法をここで引きかわしていって、もうここも使っていこう、え、ニュー死んでる、え、すごい、どうやって、はいはいはい、オッケー、入った、オッケー、さあ原子光オレオラム決まってからの、さらに貝も入れて、はい、オッケー、ちょっと待って、危ねえ、オーケーで、これで終わりだ、オーケー、決めていって、いいね、まだ、あのさ、おろしたって今、でもだいぶ見てればもう派手になってきたな、もう回復には期待しないで、待って、やばい、いやー使うしかないか、次はこれはレモン風オレンジかな、はい、 OK、 小手並み拝見といこう、あ、死んでる、待って待って待って、今聞いたら死んでる、ハハッ、ちゃって、オッケー、おい、オッケー、じゃあ別に入った、これで終わりだ、さあ、こうしてつながってほしくもあるか、オーケー、いいダメージ、オーケー、来た、これで
終わりだ。オッケー、はい、オッケー、はい、オッケー。あ、もう一回、もう一回。あぶねー、今落とすかと思ったわ。ナイス、いいですよ。お、なんだこれ、イスパン1600ガルト。あ、いや全然意味がわからなくてば。お、お、これなんだ。これは奥へ行けるですかね。え、なんだここ。え、着いた。ここから先が禁漁だ。え、そうなん。壁しかないけど、どこから入るの。王しか入れないって話だったよな、アルフェ。何、アルフェを前って入れんの。あ、紋章を出すのか、ここで。めっちゃかっこいいやん、アルフェン。あ、出てったわ。なんか、なんかアイロンみたいな形だね、結構。開いたぜ。アルフェンに開けられたということは、どうやら300年前と今の王は同じと見て間違いなさそうだな。何？これは？え？過去の記憶もしかして。あ、来たわ、アルフェン。あんたか。いよいよ奨励の儀は明日ね。あなたは王として、私は巫女として。体調に変化はない？何が王だ。俺はダナ人で、ずっと実験に次ぐ実験で、人間扱いすらされてこなかったのに、おまけに儀式だかなんだか知らないが、その時まで何をするのかも知らされない時だ。あんただって似たようなものなんだろう。よく平然としていられるな。平気ないよね、これは。私も自分から望んだ役目ではないわ。うん。でもレナの繁栄に必要なことだと言われたら、受けないわけにはいかなかった。嫌な話だね。あんたはレナ人だからそれでいいさ。俺は故郷からさらわれてきて、戻るためにやむなしだ。それは理解しているし、申し訳ないと思ってるわ。思ってるんだ。終わればきっと故郷に戻れるようにする。だから今はお願い、協力して。お願いも何も、どうせ俺に選択権なんかないからな。なあ、あんたは。ネビリよ、ネビリ・アイミリス。いい加減覚えて。確かに名前呼んでほしいよね、こういうのは。ネビリはなぜ俺を人間扱いするんだ。他のレナの連中と違って。人間だからでしょうね、これは。一つは属している世界は違っても、役目を強いられているという点で、私たちは似た者同士だから。確かに。もう一つはこうして話し合えていること。それは人と人の間でしかできないことよ。めっちゃいいこと言うやん。せやねん。あなたに人として接するのは当たり前のことだわ。これ嬉しいだろうね、この言葉。かもしれないわね。わかったよ。明日の儀式はやり遂げて、俺はダナに帰る。それで終わり。あんたを信じるよ。他の連中の言うことじゃなく、ネビリ。あ、名前で呼ぶんだ、そこで。あ、今の。みんな。あ、みんな見れたんだ。同じものを見たのか。見てるっぽいね。アルフェンと話していた人、
シオンと同じ顔してた。ネビリなのね。ネビリ・アイメリス。彼女が祖先なんかな。そうだ、本当にシオンとそっくりだった。アルフェンが混乱するのも無理ないぜ。だってそれで振りくさせやったもんね。我々は何を見たのだ。ただの幻覚ではなさそうだ。昔俺が実際にネビリと交わした会話だ。ということはあれはアルフェンの過去ということか。そうやね。なんでそんなものが見えたんだ。まさかこれも赤い女の仕業か。いや違う気がすんね、うん、これは違うと思う。なんでだ。みんなも感じなかった。入り口が開いた時ダナの精霊力が押し寄せてきたの。そういえばそうだ、あれはくさびの奥で感じたのと同じ感覚だった。マジ不思議はないな。くさびからはレネギスに膨大なダナの精霊力が送られていた。ああ充満してたってことか。この奥に貯蔵されているのかもしれん。じゃあ今のはダナの精霊力が見せたっていうのか。なんで、何のために。そこまではわからないよ。意図あってのことじゃないのかもしれないし。シオン大丈夫か。急だったから驚いただけ。ワンちゃん同一人物。私の300年前の先祖なのね。ああ、そうなるんだろうな。そうなんのかな。大丈夫なの。気になるね。誰が何のためにさっきの記憶を見せたにせよ、この先もまた起こるかもしれない。あなたは自分の辛い過去を見ることになるかもしれないのよ。でも知りたいよね。過去をなかったことにはできない。それにもし儀式の正体がわかるなら、シオンの茨の正体だってわかるかもしれない。可能性はでかいね、間違いない。それに俺はずっとダナをレナから解放するために戦ってきた。だがそのレナにも嘘と抑圧があるらしい。なら俺はそれも解放してやりたい。いやすぎるやん。そのためにも真実から目をそらすわけにはいかないんだ。だよな、間違いない。ダナどこにいてもあなたは変わらないのね。抑圧する者に怒り、壁を壊す者、それがあなたなんだわ。めっちゃ筋通ってるやん。進みましょう、すべてを知るために。人気がないな。何があるんだこの先。さっきの幻のことと。待って、ここに回復があるっていうことは多分そういうことなんでしょうね。待って待って、スキルポイント振っとこう。ちゃってなんかあるかな。いやないわ。なんかないかな。ダメージ系はなさそうだしな。迷いますね。1800。いやー、これはどうかな。ディオハリムか。ディオハリムもそんなになんかあれだね。一応ここで覚えましょうか。イーウェルが意外に多いんだよね、ここで覚えてるの。こうかな。はい、オッケー。いや強いやつ来そうだね、ここは。さあ何が来るんだ。ここえ誰あいつ。あー、出た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 、ディオハリムの宿敵やんこれ。死んでるけどね、簡単に。どうやってここに。待て、なんだか様子が変だ。なんだ、なんかまともじゃなさそうだぞ。最初からまともじゃないけどね。ああ、まるであの禁漁の外で遭遇した兵士たちのようだ。え、あれマスターコーボってない闇の。え、なんで。え、
すっごいの出てきたけど、え、それ装着するの、もしかして。何これ、召喚した。バカな、彼女の力であのようなゲートが。話は後だ。できるわけないよね。トーナメントアウト。彼女にこれほどスーグルを支援する。何が普通っぽくた今。マスターコアみたいな牛の力みたいだけど、そんなものは彼女はどこから。とにかくスーグルを片付け、彼女を。オーケー、はい。オーケー、やばい、なんかやばそう。オーケー、はい、ここで。さあ、この致命傷になりかねない。それを見てるのが私の役目です。え、今突進された。どこ先ってことか。やばいよこれ。いた。はい、やれるぜ。さあどうだ。よし、今のうち。さあどうだ、壊せるか。さあどうだ、やばそう、やぶれ、ふぅ、あぶれ。まず回復来ないんだけど、まとめちゃって使えってことか、これ使うか、一個。これでいける。輝く味の天体の力となる。炎よ、ビジュネリコ、任せたまえ。無理はしないでくれ。光よ、プラナビール、テラミビール、テンペスタ、すまない。ダーが食ったんだけど、待って待って待って、え、2人同時死んだんだけど、ちょっと、え、わっ、オーケー、ここは、あ、これか、多分。オッケー、押した、打って、はい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 、やばそう、待って、絶対やばい、やばそう、待って、あ、これね、あ、それが当たってんのか、なるほどなるほどなるほど。え、リーブ死んでるわ、またね、あれ、負けられないの。任せたまえ。オーケー。ああ、今スパイス打ってるのか。なるほどね。オーケー、決めちゃって、ジョンちゃん。やっちゃってくださいよ。いいダメージ。あぶね、オッケー、一回避けて、オッケー。いたたたた、ちょっと待って、あ、結構長いわけね、それが。オッケー。いや、嘘でしょ、ちょっと当たりすぎじゃない、なんでそんなことになるんですね。いたたたた、待って、はいはい、オッケー。やばいやばい、これはまずい。すごいじゃん、一瞬じゃん。やばい、待て待て、はよはよはよ、ハートさくれ。ちょっと待って、ライフボトルの山、
っとは認めたか。別に認めてないわけじゃないよ。オッケーオッケーいいよ。オッケーオッケー、打て打て打て、今すか今すか今すか。はい、あの動き、大技が来るぞ。あれ、あ、まさか、あぶねえ。え、今手を死んだの？嘘。オッケー。いいよけ、いいよけだったはずなのに。待て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 。これでいける。いずれ頼む。はい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 。お、こっか。なんせエクスプロとか。さ、これで決まりやろ。よかった。よしと。いや、えぐいで、結構良かった。え、あとは彼女だけだ。え、倒せんの？私の声が聞こえるか。フィアリエ、フィアリエ、聞こえるか。え、まだ出てくんの？する気だよ。嘘。術者の力を上回る術は不可能大きい。何度も使えば彼女自身が持たないわ。やばくない？ティオハリム、でも最初からそれでよかったんでは。ヒヤッとしたぜ。危なかったね。大丈夫か。ああ、気を失わせただけだ。そうじゃない、あんたのことだ。え、すまないが彼女を治療してやってもらいたい。ええ、ただ目を覚ました時正気に戻っているとは限らないわよ。あ、正気の時は正気じゃなかったからな。それにここ本当は入っちゃいけない場所なんだよね。このままここに置いていくわけにもいかないんじゃないの。そうなんだよね。それは僕が引き受けよう。え、あんたはアバキール、なぜここに。本当に何、君のことが気になってね、後をつけてきたんだ。違うだろ、本当は彼女のことだろ。の話も聞いてしまった、うん、すまない、そんな事情があったなんて。私が自分に都合のいい嘘をついているとは思わないのか。思わないだろうね。これでも多少は君のことを理解しているつもりだよ。フィアリエのことは任せてくれ。マジ？何をするのかは聞かないけど、うまくいくことを祈ってるよ、ティオ。すまない。絶対殺してもできると思ったけどね。いいご友人ですね。いや本当に昔からそうだった。常に一歩後ろに立って目立たず気を回しすぎるフィアリアにも気の毒なことをした。彼女がああなったのは自分のせいだと思っているのですか。彼女をけしかけた何者かがこちらが手出ししづらいのを承知でそうしたのは明らかだ。間違いないね。そこは君もフィアリエも私と関わったことで大切な身内を失った。兄の死の直接の原因はケルザレクであり、彼を操ったアウメドラです。あ、そうだね、間違いない。それは本当の原因はスルドブリガであり、ひいてはレナの階層社会そのものにあるはずです。だからこそあなたはスルドブリガを終わらせようと思ったのではないですか。そうだ、そうすることでしか私が死なせた人々に償うことはできない。いいことじゃん、それ。償うことなどできません。え？できないんです、ティオハリム。辛いことですが、死んだ人は死んだままです。まあ確かに。何もできません。受け取ることも許すことも。罪を忘れろというのか。違います。強いってことか。決して忘れず。でも生きるんです。
死者のためでなく生者のために。生者のために、そうだな。俺たちはまだ生者の側にいる。そうやね。何かできるとしたら、それは同じ生きているやつのためなんだろう。生きているということは、まだ何かできることがあるということです。席を感じ、ええ言葉や。罰を求めるのではなく、その原因を除くことが私の務めか。大正解。明日のために生きてください。昨日ではなく、そしてあなた自身もその中で努力しよう。でもまずは金量の謎を確かめることが先だよ。だよね、シオン。おかげで助かった。改めて、どういたしまして。シオンもティオンもいい顔するようになったな。傷つけずに止められてよかったね。奥へ進む。奥飛びた。君たちにもいろいろ助けられた。感謝する。よせよ、仲間だろ。さ、先に進もうぜ。あ、こっちか。よし、行っか。なんだ。どうした、リネル。あ、ひょっとしてまた。ダンク見てるか。うん。声だ。声。ダナの精霊力の意志。リンウィル、感じ取るの早いね。なんだここ。え、フラハウスでやってんじゃん。あ、違うわ。なんだこれ。あー、爆発したところか。アクスマルダか。精霊力がどこから。しかも何か意志のような。ダナの意志ってことこれ。なんだこの目。あ、イバレアン。え、絶対ラスボスやん、これ今の。そういうこと。え？こと。この封印かなんかを破られて、で力が溢れ出した的な感じ。これもしかして。今のが奨励の儀だが、それ以上にあれは何もかもなくなるような感覚。なんだよ、何なんだよあれは。破滅よ。茨の破滅ってこと。間違いないわ。イバラが見せるのと同じ、私たちすべてを飲み込む暗闇。何もない空虚。言葉では到底言い尽くせない。だが確かにあれは破滅だった。あれが破滅。あんなものをシオンはずっと見続けてきたのか。えぐいね、そう考えると。ねえ、今のってネヴィリの記憶だったんじゃないかな。記憶だったね、間違いなく。ネヴィリの心の声が聞こえたみたいだった。
少なくとも俺のじゃない。あの流れ込んできた力、シオンの茨と同じ感じがした。あれが破滅を見せたんだとしたら、茨の正体はあの精霊力あるな、その可能性だとすれば、やはり300年前の出来事とシオンの茨には関係があったということか。魔物がいそうだったもんね。それどころか確信に関わることかもしれん。でもあれは、あの精霊力は一体、茨と同じなら闇の精霊力ってことだよね。それってつまりレナの力ってこと？そういうことになる。闇の属性はレナ固有だ。精霊力が集まると意志を持つという話があったな。それじゃあの破滅はレナの精霊力が望んでいるということなのか。なぜだ。闇だからだろうね。わからないよ。意志といってもすごく漠然としている感じだったし、ダナの意志みたいに。そういえばダナの意志も精霊力だったよな。それがさっきから俺たちに幻を見せている。そんなのに深入りして俺たち大丈夫なのか。ダナの意志は破滅なんて望んでないよ。わからないだろそんなこと。よさないか二人とも。憶測で言い争ってもいいことはない。間違いない。それはやるかやらないかしかないからな。進みましょう。ダナの意志がなぜ300年前の記憶を見せてくれるかはわからないけど、それが真相につながるなら私は知りたい。俺もだ。これがネビリの記憶なら俺が知らないこともわかるかもしれない。戦い続けるためにも俺はそれを乗り越えないといけない。間違いない。行くしかないんだよ。変なこと言って悪かった。行こうぜ。ようやく茨の正体に近づいたようだな。はい。300年前の儀式がその原因らしいということもです。めっちゃ気になるやんこれ。茨を解く方法はまだだ。この先で見つかるといいが。見つかるかな。いよいよだ。お？ここに茨の真相、そして俺の過去があるかもしれない。絶対あるだろうね、ここは。それと向き合う覚悟。今の俺は。え？なんかこのセリフ、あれ？もしかしてこれはもしかするのでは？今の俺は全あっとここまで？ここまでなのか。うわー、ということで皆様、配信していいのはここまでなんですよね。めちゃくちゃいいとこなんですけどね。それと向き合う覚悟。今の俺は選択肢で全身あるのみを選択した以降の箇所はダメなんですよね。というわけで皆様、実況はここまでですが、私はこの先も全身あるのみしていこうと思います。それでは皆様、またよかったら見てください。お疲れ様でした。長きにわたりテイルズ・オブ・アライズを見ていただき本当にありがとうございました。それでは皆さん、またお会いしましょう。お疲れ様でした。